話を取得したようでは、1回目の決闘の組み合わせを伝令する。エッシャー、ミューシャー対オーガー、バーティー。ということは、イルカ、シャモタイ、アユタ、マナ、アユタたちが相手、シャモと戦うのか。以上だ。死力を尽くした戦いを期待している。おいおい、ちょっと待てよ。シャモとイルカは指輪をしてないぜ。資格を得てないんじゃねえのか。シャモとイルカは資格を得ている。それならなんで指輪をしてないんだよ。はめてみる。これは戦士の指輪。どうして僕が。いいから、はめろ。はまった。その、どうして。戦士として呼ばれていたのは、シャモ。シャモの坊ちゃんが戦士だったとはな。イルカ、こいつは屈辱だな。僕が戦士だなんて。しっかりしろ。動揺している場合じゃない。戦いが始まるぞ。それでは決闘の場に進むがいい。これが運命というのであれば、それを調律した神を私は許しません。許せなければどうするんだ。神を殺すのか。それは今の私たちでは代弁者に勝てない以上、お前たちと戦うことに迷いはない。でも例えばお互いが協力し合ってあいつと対抗するっていうことだって。危険が大きい。こちらの方が確実だ。そんな。悪く思うなよ。お前のパートナーだって同じ結論だろうよ。もっともその理由は違うがな。イルカ、シャモ、いつかはこうなる時が来ることが分かってはいたけれど、実際に来てみるとあまり実感が湧かないね。結局外に出口なんてなかったよ。森や海と一見自然に見えるけど、実際は全部作り物だった。ものすごく巨大な密室に作られたジオラマってとこだろう。そんなものを作れる奴らが逃げ道なんてミスを残すわけがない。戦うしかここを出る手段はないのかもしれない。アユタ、こうなった以上全ては決闘の場で。そうだろ、シャモ。
いきなりオーガか。まあいい。これぐらいのことで不老不死が得られるなら安いもんだ。エッシャーさんは怖くはないんですか？相手はあのオーガですよ。あの人だったら代弁者にだって対抗できるかもしれない。俺は傭兵だ。そこにはプライドを持っている。怖いとか怖くないとかで戦う相手を選べるほど傭兵ってのは自由じゃねえんだよ。つうか半人前の癖して勝手に人に優劣つけてんじゃねえよ。すみません。それよりアユタとイルカの実力はトントンってとこだ。故に鍵になるのはマナとお前だ。シャモ、お前にやれるか？僕はイルカの邪魔だけはしたくない。でもお前に必要なのは覚悟だな。オーガとバティ、あの二人が相手。こいつと協力でもしない限り勝てそうもない。だけどそれは、この斧が腕の一部であるかのように、私の人生のほとんどは戦いで埋め尽くされている。だから今もエッシャーと戦うことを心のどこかで楽しみにしている。私は戦うことでしか思いを表現できないのか。この男が時折見せるこの表情は何だ？一体何を？私たちはあまりにも多くの死に立ち会いすぎました。負けて死ぬことも一つの選択。オーガ、あなたと一緒に死ねるなら私は本望よ。なぜだろう、この人を見ていると
ものすごく安心する。より強き者に栄光あれ。本音を言えば、君とは戦いたくなかった。僕だって、そうだ。だけど、俺はマナ様を命に変えても守らなければならない。シャモ、もう言葉はいらない。全力で戦おう。なぜ私ではなく、シャモが戦士として選ばれたのだ。私がシャモに劣るとでも言うのか。この刃の切れ味、思い知るがいい。僕の進む道に立ちふさがるな。少しでも先制できるように。はっ。ここに刻む。さあ、終わらせよう。いける。僕だって。この刃の切れ味、思い知るがいい。目はそらさない。でや。僕だって。っしまった。ダメだ。集中できていない。イルカの様子がおかしい。大丈夫、イルカ。私の心配をしている場合か。このままじゃイルカがやられる。僕がやるしかないんだ。シャモ、覚悟はいいか。押し切る。目をそらさない。一気に蹴散らすぞ。はっ。あ、負荷をかけていきます。私が打って出よう。僕の進む道に立ちふさがるな。覚悟は決めたんだ。私、僕たちが勝った。シャモ、
負けた。シャモ、君は立派な戦士だ。アユタ、もし違う場所で出会っていたら、君とは親友になれたんじゃないかな。うん、僕も。マナ様、申し訳ありません。気にすることはありません。お前は私をよく守ってくれました。いえ、本当に謝りたいのは私のマナ様への気持ちです。え？私は馬飼いという身分でありながら、マナ様のことをお慕いしていました。もしかしたらそのせいでこんな戦いに巻き込んでしまったのかもしれません。許しません。はい。許さないのは戦いに巻き込んだことではありません。あなたの私への気持ちです。そんな大事なこと、どうしてもっと早く言ってくれなかったんですか？え？その気持ちを知っていれば、私も。これが戦いだ。わかるか？戦士になるとは、こういうことだ。ふん。今は、好きなだけ泣くといい。あいた。まだ。いつか涙は流れなくなる。どれだけ人を殺したとしても。お前らが勝ち残ったのか。その言葉はそっくり返してやる。お前たちがオーガを倒すとはな。一体どんな。私がやられそうになった時、エッシャーが身を挺してかばってくれたの。そうしたらオーガたちの攻撃の手が緩んで。やつらも見かけによらずアマちゃんだったぜ。そんな隙を見逃す俺じゃねえからな。何言っているのよ。あのままオーガたちが攻撃を続けてたら。ま、死んでたかもな。あなたに助けられるなんて。